はい、では皆さん、始めていこうと思います。これからはですね、皆さん今まで小論文作成しましたね、書いていただいたと思います。それは添削して皆さんお返し、添削して返しますが、書いた後の今回の2回目の内容っていうのは第2章の内容でした。日本的系っていうことをテーマに書いてもらいましたね。設問これでしたね、800字で。でこれの回答のポイントはどこを見てるのかっていうことですね。それを説明します。で第1章の小論文の書き方の基本で話した点ですね、それができてるかどうかを私は添削するときにチェックします。それが具体的に言うと第以下の7点ですね。まず主張が最初に述べられているか、主張の次に根拠が述べられているかってことですね。それがだから回答例で言うとこれですね、主張が最初に述べられてますね、法改に賛成であると。その後根拠が述べられてますね、理由はコストがかかりすぎて企業の収益を圧迫して資金が存続できなくなるって理由がちゃんと明確ですね、というふうに主張した後にすぐ根拠がちゃんと書かれているか、これチェックします。で次が一つのコンテンツを一つのパラグラフで表現できているかということで、これも回答例を見ていただくと分かるんですけども、いわゆる理由の1点目がコストがかかって存続ができなくなるということですよね。それに関してその一文でまず説明した後は具体的により詳しくこう説明してるんですよ。なんで年功序列と終身雇用だとコストがかかって企業の収益圧迫するのかをここで説明してるんですね。それで一つの段落が完結してるんですよ。こういうふうにワンコンテンツワンパラは実現できてるかをチェックします。で2点目も同じで、また年功序列の下では若手が夢を持って働くことができずに若手のモチベーションが低下してしまって将来的な企業の成長を阻害するっていう理由ですね。まずこれを述べたら、あとはそれを具体的に説明していく。それでワンパラですね。だからもう理由で一つの理由ごとに一つの段落をちゃんと作れているかを私はチェックしますんで、それがここのポイントの3つ目です。で段落の最初に要約文が提示できているかはさっき言った通りですね。この段落の最初は要約文です。なんで要約文になる必要になるのかっていうと、主張を読んで教授が忙しくて小論文採点するけどあんま時間がない場合は、主張を読んだらあとはこの段落の最初だけ読めば何を言いたいかが理解できますよね。要約文があるとここは具体的な説明なんで、ここを飛ばしたとしてもここを読んで、ここを読んだだけではこの人はこれこれこういう理由で年功序列終身雇用の崩壊に賛成なんだなっていうことが分かりますよね。ほんでここまで読んだらもう2点目の理由のここに飛ぶんですよ。ここも最初だけ読めば、あ、若手のモチベーション低下しちゃうから年功序列終身雇用の崩壊に賛成なんだなっていうことが分かりますよね。こういう具体的な説明を読まなくていいということで、パラグラフリーディングって言います。この段落の最初だけ読めばもうこの小論文が理解できるということで、これこそ伝達効率の高い文章ですね。読み手の負荷がない文章ですね。これを書けてるかをチェックします。ほんで制限字数の8割以上書けてるかですね、800字から、まあ、700字ぐらいは書いてほしいですね。ほんで誤字脱字はないかをチェックします。誤字脱字があるとマイナスされると思いますんで、こういった漢字のミスですね、日々皆さんパソコンで打ち込んだりしてるんで漢字を手で書くっていう癖がないと思います。そこで小論文はちゃんと漢字書く練習ですね、書く練習してください。漢字が誤字脱字がないかをチェックして添削しますんで、私の方では。ただ慶応の大学ですね、慶応大学の全日制の方は日本語の国語辞典の持ち込みが可能なんですよ。だから知らない漢字は調べてもらって構わないんで、慶応の受ける留学生が多いからだと思います。慶応大学の全日制は国語辞典 OK ですので持ち込んでください。ほんで制限時間に書き終わってるかポイントです。これは通学の方はもう強制的に集めるんでチェックできるんですけど、通信の方はチェックできないので、家でですねストイックに自分でちゃんとこう時間切って、そこで書き終わらなかったらそこで終わるっていう感じでやってみてください。時間も意識してないと意味はないんで。っていうことで今回の日本的経営に関する小論文はこの7点に注意をして私は添削をしますんで、皆さんは私が作ったこの回答例ですね、このレベルの答案が書けてるかどうかをチェックしてみてください。ということで日本的系のですね小論文の課題作成後のですね講義はこれで終了です。お疲れ様でした。